こんにちは、ゼキザップです。今回の動画は4本前から続く月曜日の臨時休業ツーリングのラストとなっております。いや本当に濃厚な1日でしたね。最初に内山峠を越えて群馬県から長野県に入り、でビーナスラインを走って高ぼっち高原、そして今ね美しヶ原にいるわけですけど、この後またビーナスラインの方に行きたいと思います。まあ1日に2回ビーナスラインを走るっていうね、いや本当に贅沢ですね。そしてこちら左側は通行止めなんですよね。まあだからビーナスラインを走るっていうところもあるんですよね。まあできればね、いくら絶景だとは言ってもそんな1日に2回も3回もね往復してもしょうがないというのはあるんですけど、まあね楽しみますか。朝ビーナスラインを走った時はまあ対向車も、前方車両も後方車両もなしで走れたんで、まあ非常にいい景色を撮ることができたんですけど、まあこの時間帯もなんか交通量は少なそうですね。まあさすがに平日ですよね。まあこんな時間に平日月曜日に、まあ、ビーナスライン走ってる人も少ないということでね、まあ、これは帰りの映像も比較的ね綺麗に撮れるのかなと期待しております。もうだんだんこうね、木が減ってきたというか、だいぶ視界が開けてきましたよね。お、じゃあここまで来たってことは写真撮りますかね。ここの風景いいんですよね。やっぱこっから見る景色はいいっすね。道がガーッとなっててね、で熊笹で覆われてるのでね、走ってきたなって感じがします。こっからまだまだね帰り道があるっていうね。よし、さあそれでは一旦道の駅で休憩して、まあ、そっから先はノンストップで群馬県まで行きたいと思います。いやそれにしてもここやっぱいいな。本当景色見ててもいいし走ってても気持ちいい。やっぱこれぞビーナスラインっていう風景ですよね。そしてこの青空ですよ。いや本当いいタイミングにねこのビーナスラインに来ることができたんで、今回のツーリングは当たりですね。そしてここからね一気に下っていくということで、まあ、ハンターカーブ正直今回ね峠越えを何個もやってバテてるんで、まあ、こういった下りが本当にありがたいですね。いや本当に気持ちよく走れております。そしてこのね右側、まあ3本4本ぐらい前の動画で出してるんですけど、まあ、県道があるんですよね。いや非常に険しい道で、あんまりバイクで走るのはおすすめしない感じですね。まあ株とかそういったちっちゃいやつだったらいいんですけどね。おお来た来た、ほんと雲の流れが速い。まあ、この辺のね湿原も、晴れてるとすごい綺麗なんですけど、ちょっと今は雲がかかっちゃいましたね。やっぱビーナスライン標高が高いだけあって曇ったり晴れたり繰り返しますね。そして右側にあるのが道の駅ですね。いやここもね来るたんびに写真撮ったりするんですが、さすがに今日2回目なんでサクッと休憩して、出発しますか。どうにか3時に道の駅、から一気にノンストップですね。さあそれではここからね群馬まで約180キロですかね、ノンストップで帰っていきたいと思います。まあ3時なんでどれぐらいかかるかな、まあ4時間ぐらいですかね。まあ帰宅ラッシュもあるでしょうから、まあ、真っ暗になる前にね峠を越えていければいいかなと思ってます。いやそれにしてもいやもう3時過ぎたけど全然ビーナスライン交通量がなくて、やっぱ平日のビーナスラインは走って損はないですね。なので、まあ、今後ね、今回は臨時休業ですけど、まあ、有給とか、そういったタイミングで平日走れる機会があったら、ビーナスラインをねまた来たいと思います。いやこのね開けた景色絶景を本当堪能することができるんで、やっぱ、贅沢な時間の使い方をするんだったら平日にビーナスラインはありですね。いいですね、皆さん楽しんでますね。そして何度も言う感じになっちゃいますが、ハンターカブバテてますね。ほぼ勾配がないんですけど、やっぱちょっと上り坂になるとすぐ失速するってことで、やっぱ一日に何回も峠越えするのはダメですね。ちょっとかわいそうなことしちゃいましたね。ということでようやく下りになって元気になりましたね。まあこの辺はハンターカブね、まあこの辺が限界なのかなっていうのが十分分かった感じですね。
なので、まあ、季節ごとにねやる距離とかどれぐらい走るのかっていうのは大体今回、まあ、結構ロングツーリング多発してやってきたんで、うん、ハンターカーブの限界値っていうのは見えてきたかなと思います。なのでね、まあ、いたわりながらこれからもねロングツーリングやっていこうと思います。それではこっから先はそうですね、群馬まで結構あるんで一気に走りながらやっていきますか。さあそれではビーナスラインももう後半ということで、まあ、一気に下っていきます。ここから高低かなり長いんですよね。まあビーナスラインを下りきっても内山峠もあるし、まあ、そこから、うん、まあ、家までは、まあ、市街地走るんでなしですかね。いや本当ビーナスライン終わりの方もこんな感じでねすごい綺麗なんですよね。いいな、うん。そして車とかそういうのもようやく前方にありますが、うん、あってもいいですよね、寂しくないですね。さあそれではビーナスラインも終わりまして、右側は牛乳専科モーモーですね、まあ、こちらぜひ来た際はねソフトクリームを惜しんで食べてみてください。いや本当にのどかですよね、こんだけ広大な牧場があるっていいですね。それではここね登ってくるとき苦戦したんですよね。朝一にハンターカブでここを登ってくるときはもうね軽バンにも余裕で追い越されるぐらい、いやすごいスピードが出なかったですね。お、ようやく、うん、釣り屋まで降りてきたんで、こっからはしばらく市街地走るんで、まあ一気に飛ばしますか。ということでじゃあさらば長野県って感じですかね。さあこれでもうコスモス街道まで来ましたので、このままちょっとこの辺は鹿が多いエリアになるんですけど、朝コスモス街道抜けてきた時は鹿がミンチになってたんですよね。あれが、うん、掃除されてればいいですけどね。すごいですね、ミンチになった鹿がなくなってましたね。そしてこのトンネルを抜けていけば群馬県ですね。いやー帰ってきましたね群馬県。うん、なんとなく蒸し暑い。そしてあれだな、前のキャンピングカーの挙動がおかしいんですよね。2車線あったところで追い越しとくべきだったか、ちょっと失敗しましたね。まあしょうがない、ゆっくりと帰っていきたいと思います。キャンピングカーがなんか道を譲ったと思ったらそういうことかと、挙動がおかしいのはキャンピングカーじゃなくて前の軽トラだったとね。今すっごい加速してるんですけど、この後急ブレーキ踏むんですよね。こんな感じで急に近づくじゃないですか、挙動がおかしいんですよ。すごい急加速急ブレーキをなんかずっと繰り返してるってことでやばい人ですよね。あと対向車とすれ違うたんびにブレーキ踏むっていうね、うん、やばいな。ということでまあうまく処理しました。ということでね、まあうん、ああいうのがいたら近寄らない方がいいということでね、まあ皆さんも安全にツーリングしてもらえればと思います。で今下仁田ですね。いやようやく帰ってきましたね。うん、ということで、まあ、ここから先は本当に市街地になっちゃうんで、まあ、一気に、うん、帰ってとりあえずオイル交換ですかね。今回峠6回7回ぐらい超えてるんで正直エンジンオイル終わっちゃってるんですよね。なので帰ってオイル交換やりたいと思います。まあ、帰ったら真っ暗だったんで翌日なんですけどね。こんな感じでちょっとやっぱり、まあ、音 GoPro の音じゃ分かんないかもしれないですけどいつもと違うんですよね。カラカラする音が混ざるっていうか、なんかうん、メカメカしい音がノイズが混じるんですよね。なので1000キロぐらいでサクッと交換しましょうかね。でタイヤの方もやっぱリアタイヤの減りが早いですね。じゃあこれ IRC の 3R ですね。一応リアタイヤ7000キロ持つ予定なんですけど、果たして本当に7000持つのかっていうのをね、まあ、検証していきたいと思います。でオイルはいつも通りウルトラ G2 で、でこっちは、うん、デイトナのやつですね。やっぱ新品のオイルは綺麗ですね。でこれでオイル交換も終わって、なんだろうな、結局 GoPro のマイクじゃ分かんないですけどノイズはなくなりましたね。でなので皆さんも、まあ、無理な走りとかね夏場とかやった際はあのオイル交換する頻度とかその辺はどんどんねあっと思った時にやった方がいいかなと思います。でそれではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。